何にも感じない、ね、すげえな社長って、うん、マジやばいやろ。やばい、バグです、バグですね、バグ。社長とかはマジでホテル暮らしが向いてます。片付けとか何にもできないタイプなんで。何もできないです。行ったじゃないですか、めちゃくちゃ臭いホテル。そうそうそう、めちゃくちゃ臭いホテル。クリーンを入れないんですよね。社長とかだったらさ、いったレベルの人気使って女の子の家を泊まったりできそうだもんや、うん、それなんでそうなんせえへん。いや、したりしますよ。やりたいと思った時は行くんちゃう。やりたいと思った時は。社長、この前めっちゃおもろいのが、寝てたんですって、女の子の家で。したら彼氏みたいな人が帰ってきて。あー、言ってたわ。で、その彼氏は多分社長のことが大好きだったんです。あー、なるほどなるほどなるほど。で、布団にこう社長パッてこう女の子もどあんた、部屋帰ってきたから社長パッて布団に隠して、もう誰か寝とうやバメって DJ 社長がいたから、その浮気された悲しみ、怒りと社長に会えた喜びが混同して、怒ってなかったらしいです。もう一瞬回って、そのまま出てったら。どういう感じだろ。いや、最初、ロックがかかってたんですよね。絶対彼氏帰ってこないと言ってたんですよ。知らないじゃないですか。彼氏がいるって知らなかったんですよね。そうそうそう。で、ガガガって誰って言ったら、彼氏って言って、彼氏みたいな言って、やばみたいな。まあでもガロックかかってたからさすがに大丈夫だろうと思ったら、そのロック外したんですよ。そっちで YouTube で、あれは外してた、外し方なんか調べて、しかも彼女の家だから別に泥棒でもなんでもないから、まあ外すじゃないですか。外れたと思って、で外れんだよと思って、でバーンめけばられて、しかもすごいことにエッチしなかったのに僕全裸だったんですよ。そんな奇跡なかなかないでしょ。これ紙に使ってますよ。じゃあしとったらよかったね。エッチしなかったんですよ。じゃあしとったらよかったね。全裸だったんですよ。それでパカーめくられて2秒ぐらい目があった後、そいつは出て行ったんです。出て行ったんです。マジやからじゃなくてよかったっすね。確かに確かに有名人と出くわした時気まずいよな。気まずい、決めづらくない。しかも好きなやつか、確かに好きやって余計に。しかも全裸ですね。なんで全裸やった、おかしいやん。全裸ならおもろいっすね。2回目なんですよ。1回目もあって5年前ぐらいに、え、普通に女の子バーいたらピンポンみたいに、しかも元彼だったんですよ。元彼帰ってきたみたいな。でバリバリの輩のこんなんですよ。もうゴリゴリうーみたいに来て、やばいバレたら殺されるみたいな。え、元彼なのみたいな。え、殺されるんやと思って。その時有名でもないですからね。そうそうそう。だから彼氏が行って出るまでの2時間半ベランダでこうしてましたね。めちゃくちゃ面白い。これやからって思ったらやばいと思う。社長ぐらいですよ、そんな経験ある。こうやって全部こう隠れて、漫画やもん、漫画やもん。靴とかも全部こうやって持って、靴で、でギリギリの、しかもベランダも狭いんですよ。そんな経験ないわ。で、影とかでバレたらやばいから、もうベランダのここのこう、こんなんですよ。その時は必死やったんすか。うん、途中からいつ帰るのかな、こいつ。このまんま寝泊まったら困るな。そっちの心配が。マジでおもろいわ。インタとかそういうのない。こういう出くわすことはないっすね。でもないな。出くわすってやばいわ。最近本当にあれがなくなったから、そういう。でもなんか俺、銀太と最後会った時、銀太純愛を探しとるんで、どったんや。はいはい。あれどうなったっけ、今探しとる純愛。あ、純愛探してます。見つけてます、もう。え、もうそろそろ見つかります。見つけてます。はい、見つかってんの。銀太で見つかったよ。どこで見つかったの。国は日本です。おお。銀太結構恋に落ちやすいんですよね。結婚式余裕ますね。打ち上げてはそこまでと。いやこれ、ここからこう行く。まだ未来の話ね。未来の話だけど、俺らも行くよ、それは。銀太結婚するんだったらね、YSP 歌いに生配信してからね。生配信してあれやこれや言わないかって。歌うけど YSP やん、しかも。そうそう、おことばかりにスパチャン YSP とハメとおだきす。銀太マジで小煩悩な親になりそうや。親バカでなんか野球連れて行ったりとかしそうやね。メジャーリーグ見せに行ったりとか肩車しながら行きそうじゃない。マジでそう思うし。でも銀太はディズニーランドとかそのユニバとか行ったらなんか子供を置いて自分が楽しみそう。あ、だけどディズニーランドとかユニバは絶対に一緒に行かない。並ばないといけないんで。まあ並ぶのは無理だった。そうそうそう、一緒に遊び野球とかする。あ、そういう外系がいいっすね。一緒にクワガタ捕まえに行くよ。はい、そしたら子供忘れてクワガタだけ持って帰ってくるから。でも次の日子供クワガタだとどうこうやって。全然わからん。全然分からん。誰も僕の中で親バカになりそうランキング1位はホイっすね。あ、ホイ、もう僕はもう分かるやろ。でもホイがなりそうっす。で次は銀太、脇、丸、僕みたいな順番な気が。でも100人作ろうとしてんやろ。はい。じゃあ親がバカや。親が